どもは。やっぱお互いスイングしてんじゃないですか。あ、こっからスープレックス行く。あ、すごい。やっぱお互いにとってお互いの対決ってのはなんかスペシャルなもんじゃないですか。そんな感じですね。とっても特別なっていうか、変な言い方するとよそ行きなプロレスっていうかね。だからお互いに今日のフィニッシュというのを、ええ、なんか作り込んでるという感じがしますね。そんな感じね。まだまだ何ページも出てきそうですね。おーすごい。危ない。やっぱり慎重じゃないですか今日のトヨタは。トヨタそういつもみたいにせっかちにねポンと飛ばずにためがありますね。これやっぱためかかってるからね、はい、おージャパニーズオーシャンですか。最初のやり方ですね。あー違うか。よく返しましたね。もうすごい肩だけ上げたって手決められちゃってるからね。なんかちょっと山田選手の汗の量がすごい今もう背中なんかやっぱりね徐々に疲労が出てくるんじゃないですか、1試合多いですから。すごい。これねブリッジ使ってますよね。そう本当はね危ないんだけど俺初めて見ましたよこのジャーマンは。最近ではいやまた使い始めたって感じじゃない。ってことは完全復調ですかね。いやでも脊髄って本当は完全には治んないからそんな無茶なことしちゃいけないんですよ。あーこれがありますからねまだね。でも山田選手はそういう怪我があるから、ええ、余計に他の人よりも精神統一してるから結構そうなんですね、うん、あーそうかもしれない。山田っていうのはどっちかっていうと努力型ですよね。そう毎日コツコツと積み上げていくタイプ。トヨタは割と天才型だから。天才だと思いますね、ええ危ない危ない危ない。だから技の量そのものでは数ではやっぱトヨタ選手の方が手数が多い。綺麗な技はね。どっちかというと頭でできちゃうタイプじゃないですか。ええ、山田選手はもうがむしゃらでしょ。ああ。こういう風にミスを誘い込んだ方がいいかもしれない山田選手は。ああ。これ山田はねバックドロップの連発ありますからね。ええ。恐ろしいですよね。ああ。ドラゴン。大丈夫なのかな本当に。今のなんか特に脊髄ギクって技でしょ。もう恐ろしいですよね。結構もう試合中は分かんないで、分かんないで試合終わってから痛いとかそういうんじゃないですかね。あそうかもしれない。山田としてはねもう短期勝負でしょ、うん、これジャパニーズオーシャン。ありとあらゆるスープレックスがなんかトヨタ今日持ってるスープレックス全部見せてくれるんじゃないかな、まあ、ジャパニーズレッグロールですか。ええ危ない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 ってどっちにも負けてほしくないですよね。危ない。あーすごい勢い。手ぶらが手ぶらだ。山田選手よく読んでますね。やらせるかってとこですね。やっぱりね場外のそういう水深なものはねやっぱり入水自殺するぐらいでもう危険ですから、きれい。危ない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 。恐ろしい。ないよ、まあ、テーブルに足がかかったって感じじゃない、ね、なんか機材が落ちてきちゃった、死んじゃいますよ本当。あでもね、うん、今日のトヨタは全て正確でしょう。今日はそう。危ない。これはもうスープレックスのオンパレードで行くしかないんじゃないですか。もうスープレックスのね。あこういうのもあったっけ。そういえばフローたちがなんかいろんなのが今ジャパニーズオーシャン。ああじゃあその前はタイガースープレックスもあったね。ムーサルト。もうジャストミートじゃないですか今日は。これ決まるんですよ。
だからもう山田選手は返すだけだから、ちょっとやそっとのことでホール取れないよね。よく見てますもんね、相手を。一進一退、これはもうどちらも別にスープレックスじゃなくてもいいから、バックドロップものでもフォールさえ取ればいいんだから。複雑なんですよ、同じベビーフェイスの先輩2人が戦ってると、うん、なんかねえ、どっちにも負けてほしくない。あ、これがバックドロップの連射ね、うん、うわスピードがすごいもんね。このねスピードってのは他の選手に本当真似できないもんですよね、はい、だからトヨタ体柔らかいから、フラフラ、ああもうフラフラですよ、トヨタ選手。そう、これはダメージありますね。高速バックトップですか。何すりゃいいんだよって感じですよね、これからは我慢比べじゃないかな。もう技じゃなくてどっちが我慢したかっていう。いや裏に裏をかいたね、今なんかもう全部技を読み切ってからでしょ。でもお互い熟知してるからこういう攻防ができるんですよね。そう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 。これブレインキックですか。でもブレインキックも失敗したら命取りだしね。ああ決まりました、決まりました。ロープ際で、あかなり遠かったもんね、今なんか。山田さん、山田もね、プランチャーできるんですよ。うわ顔面、頭が落ちるんですかね、今。今あの床の音がした。すごかったですね、うん、全日本女子はマットが引いてないんですよ。そう、今あのゴツンっていう音がしたもん、だから本当にね、そういうトペとかプランチャー命がけですよね。命がけじゃないかな、恐ろしいことですよ。それでも立ってきちゃうしね、もう無限大じゃないですか、スタミナが。いろんなとこ痛いんでしょうね、今わかんないと思う。山田選手の形相がすごいですね。すごいですね、もう。おー、今のだって不完全だけど、もう勢いだけで投げちゃった。無理やりだったですね、今。だって完全にコーナーに立ってない人も引っこ抜いたみたいなね。すごかったですね、今。やっぱり山田選手気迫では山田選手の一枚上かもしれない。あ、これがあったっけ。これでボムですよね。あ、返した返した返した。あ、これはサイコロン、サイコロン。いや、とにかくね、もうお客さんもね、これもう一挙手一投足をもう見逃せないですよ。これはこだわってますよね。よかったですね、トヨタ選手、この髪を守りましたね。そう、今2回ブロックされたけれども、やっぱりジャパニーズオーシャンサイクロンですごいこだわってる。だから多分山田選手の場合はブレーンキックが決まった後も抑えられなかったってことは決め手に決め手を変えたってことでしょう。なんかね、もっと長期戦になると思ったんですけどね、なんか意外にこう山田もやっぱりちょっと力あったんですかね。うん、やっぱり1試合やってるっていうのが一つと、最後の最後で山田選手よりもトヨタ選手の手数が、技の数が一つ多かったってことでしょう。まあ、ただ2試合目っていうことをね、山田としてはそのせいにはしたくないと思うんですよ。気合入ってますね。いや、すごい試合でしたよ。いや、ベストマッチじゃないですか。いや、恐ろしいというか。ただね、この後の儀式が、これはまたファンがね、やっぱり、見たくないですね。精神的にね、19分だけど、あっという間の19分っていうかね、息もつかせぬ攻防だったですし、はい、やっぱりトヨタもおそらく心中は
自分で紙切りマッチを提案したものの、ね、自分が切ってもいいぐらいの覚悟でいたわけでしょ。それはもう髪の毛やろうって言ったから、それが山田が切るということになった今ね、ええ、まあ複雑だと思いますよ、かなり、ええ、山田俊夫選手の髪切りを行います。やめろコールが起こってますね。これやっぱ見たくないんじゃないですかね。山田も潔いですよ。潔いね、やっぱりね、今までやってきた人はみんな髪切ってるから自分だけ逃げるわけいかないですから。いい根性してるね、本当に。やっぱりね、この髪切りが終わった後、また2人のね、新しい展開があると思うんですよ、そういう意味でなんか大きなターニングポイントになるんじゃないかなと思うんですけども。あ、山田選手自分で切っちゃうね。いやー、いい根性してますよ。やっぱトヨタとしてはハサミ入れられないじゃないですか。あー、相手もハサミ入れるんですか。やっぱりこれはね、入れるっていうのは儀式ですから、戦った相手が。山田がいいよって言って今頭出しましたね。いいんだよっていう感じで。ああ、自分の髪に手かけたんじゃないですか。自分の髪の毛にハサミ入れてね。なんか本当はこのまま終わらせたいって感じですよね。正常ルール通り山田俊夫選手、敗れました山田俊夫選手の髪切りを行います。やろうって言ったんだけども、やっぱり切れないですよ。どうですか。どうなっちゃいますか。そうですね、バーバーさんって言うんですか、はい、スタイリストって、ヘアスタイリストって言うんですか、あの人だってね、まあ、ね、しょうもないですよね。丸坊主にしなくちゃいけないんですよね。あー、なるほど。まあ、でもね、山田潔いですよ。山田は本当にね、潔いっていうかね、どうぞって感じですからね。いい根性してますよね。もう山田はこれでね、もうなんか髪もなくなるし、これからまた一からって感じじゃないですか。うん、またそういう紆余曲折っていうんですか、とっても似合う選手なのね、レスラーとして、うん、やっぱりこれまで首の、ね、怪我を克服してきて、あったりとか、それが、ね、一つの一番最初のターニングポイント で、でまた髪切りっていうのがあって、これで、ね、負けたにせよ、なんかこれで大きく、ね、成長してくれれば、ね、なんかいいと思うんですけど、本当に骨の髄から山田選手ってレスラーだなって感じがしますね。いや、プロですよね。うん、本当にプロフェッショナルって感じがしますね。ファンがみんな反対してますね。なんかファンとしてはもう嫌なんですよね。静まり返ってますけどね、でも早いでもこれは山田ね、何でも恥じることないですよ。いや、試合は試合ですし、まあルールはルールですから。なんかまた髪の毛が生え揃った頃ね、また新しい山田が出てくるというような気もしますしね。